えー、こんにちは、そっかじくるくです、えー。今回はね伝えるということでお話ししていこうかと思います、まあ、伝えるというのは人弁に「言う」って書いて伝えるっていう感じになるわけですけどもここにもねなんかこう一文字にドラマがあるなぁと思われますねで前回吉谷さんから送られてきた動画なんですけどもいいっていうのがありましたよね。これまさにお金を稼ぎたいって思いは自分の思いではあるんですけどもじゃあお金を払う人の気持ちになった時に払ってもあまりあるようなサービスを提供してるかなって って考えるる必要があるんですよでその思いをまさに伝えていく必要があるんですよねで私は24時間サポートしますよとかどこよりも早く返信しますというふうなことさまざまなものを打ち出してスタートしましたそれこそ深夜2時だろうと早朝5時だろうと面談を希望される方には会ってきましたし24時間お客様のために時間を使いますよ面談は24時間いつでもいいですよどんな時でも私はお答えしますよという形で私の覚悟を 伝えてきたわけなんですよね私の思いを伝えてきたわけなんですよねで伝える方法としては主に読む書く話す見るさまざまあるわけですけどもこれね読むことが何で伝えることになるのかなっていうわけなんですけどもこれはね伝えてもらうっていう意味で受け取る方のお伝えるですよねだから受信力って言ってますけどねこれがどのぐらい深いかってことなんですよで書いて伝えることもありますよねブログやツイッターなどは書いて伝えるってことになります で、話して伝えるっていうのは、音声であったり、こうやって YouTube だったり。で、見て伝えるっていうのは、確かに見てますよっていうふうに、見ている真剣さを伝えることにもなるわけですよ。これを繰り返すことによって、信頼関係が生まれて、信頼関係の向こうに、まあ、入金があったり、関わりがあったりするわけですよね。でつまり、見せて、聞かせて、話して、伝える。これがまず一つ。そしてもう一つ、反対側にですね、見てますよ聞いてますよ 分かっっってててまますすすよ、よ伝わってますよっていう,ふうな表現をすることつまり人の話をしっかり聞くこと目を見ながらうなずきながらたまにはね言った言葉を繰り返して「あそういうことなんですねこういうふうに思われてたんですね」っていうふうに伝えることによって「あ確かにこの人には伝わってるな」ということを繰り返すことによって信頼関係ができるわけですよね。まあでもね人には向き不向きき不があるわけですよ、ね、もしかしたら話すのが苦手かもしれません聞き役に徹するのがいいかもしれません。 確かにいろんな意味で苦手な分野って人はあるんですよね。それから人によっては自分は初心者ですって方もいらっしゃいますよね。またどうしても人見知りをして初対面ではなかなか話せないんですと。仲良くなったら腹を割っていけるんですけどねみたいな気持ちもあると思います。動画で顔出しちょっと怖いですね。みたいなところもあるかもしれません。でもこうやって道を選んでいてチャンスはなかなか訪れないです。なぜなら 顔顔出出ししがが苦手な人人いいるるる反面をを勇気を持ってすすもいるんですよどっちがよりお客様のためを思っているかっていうことを伝えれるかっていうことを考えると一目瞭然じゃないですかねお金は欲しいけどもこれはやりたくないあれはやりたくないそれは私の役じゃないでもお金は欲しいこれが通用するんだったらいいですけども通用してないから稼ぎてないと思うんですよ、まあ、ですんでね草を食べてお金がもらえるんだったら草を食べるとそのくらいの覚悟をいるんじゃないかなと思います 私は20代の前半学生の時にちょっとした飲食店、まあ、いわゆるホストで3ヶ月だけアルバイトをしていたんですけどもお客様のハイヒールに並々と継いだワインを飲むことによって1万円をもらったこともあります売上が正義のとこではそういったこともね恥も外文も全部エンターテインメントなんですよねその熱心さが伝わるからこそ次に指名もいただけるし高いボトルも入れていただけるとでもいやこれ僕プライドが許さないんでできません いや、こういうことをする仕事じゃないんですって言った瞬間にお客様の希望は満たされなくなっちゃいますもちろんねホストをバカにするような人もいますでもバカにされたものをどう経緯にチェンジできるかもホストの力量だと思うんですよ一方的にバカにされてそれを上回るようなねパフォーマンスで返していやあんたにはかなわないよと言わせた時のこの達成感会計の時の気持ちよさこれはないですよねうんだって 下ににに見見ててていいいた人がいつの間にか上に見てもらえるっていうね。明らかに横についた瞬間は二足三毛に扱われてたんですけども1時間2時間過ごすうちにあなたは本当にすごい人だねとよく怒らなかったねそればかりかこんなに楽しい場を作ってくれてありがとうに変わっていくわけですよねまさにこれも伝える力だと思います。さあ苦手があるのは分かりますけども苦手なままでは商売はできません苦手なら得意になっていきましょうだからトレーニングが必要なんですよ バカ図がいるんですね。で、初心者のままでは稼げません。初心者で入門してくるのはいいんですけどもベテランになってください。だからバカ図がいるんですよ、ね。それから人見知りでも構いませんでも永遠に人見知りではチャンスはなくなりますですので気さくな人になっていきましょうその度にバカ図を踏むんですよ。うん、だからねこうやってね以前はそうじゃなかった自分が変わっていくことによって自分が変わり周りが変わりあなたの収入が変わっていくんですよ。 それ以外にはないと思うんですけどね。何一つ変わらずに収入は変わらないんじゃないかなと思いますもちろん先細りしていくことはあると思いますけどねでねお客様が何を伝えようとしているのか何を分かってもらおうとしているのかっていうのはこれは明白なんですよお客様は悩んでます苦しんでいます欲望を持っています夢を持っていますこれが伝わらないから信頼できないんですよ その前にですねこの人になら自分の苦しみや夢を話してもいいかもって思わせるだけのアウトプットがこちらの方でできてないんですよビジネスマンの方でだってねカウンセリングをする人がねもしあこのカウンセリーさんには自分の悩み話したくないなって思われてたら商売になりますかねだからカウンセリングを商売としてる人は話しやすいつも笑顔かもしれないし いつも賑やかかもしれないし、いつも真摯に誠実かもしれないし、少なくとも嫌われる人とかね、警戒心を抱かせるような人ではないと思うんですよ。そういうふうな自分を演出していくこと、作っていくこと、しまいにはそういった人物像と自分自身が一体化することによって、まさに裏表もない本当の自分にたどり着くんではないかなと思います。それがお客様に伝わった時に、お客様もあなたに 自分の思いいを伝えてみよよううというふうにななるはずなんですよその結果キャッシュが残るありがとうという気持ちでお支払いいただくってことになりますですんでね私はね顔を隠し身分を隠し自分を偽りそれでビジネスができるとしたらこれはすごいことだと思いますやるなとは言いませんけども果たしてそれができるかなってとことですよね私はですね一番簡単で楽にまっすぐ稼げるとしたら 自分の等身大の姿を見せ続けることかなと。偽ることもなく、かといって過小評価することもなく、十あった自分を十で見せることなのかなと思うんですよ。謙遜して十ある力を七八で見せちゃうと、本当は十の力が欲しい方には届かなくなっちゃうんですよ。逆にですね、十しかない自分を十三十四で偽って持ってしまうと、十四の力を期待していた人が購入後に。 騙されたっってことになっちゃうんですよ。ので,すんでどこまでも等身大で誠実にありのままの自分の姿を正確に伝えていきたいなと思ってますしお客様の気持ちユーザーさんの気持ち視聴者さんの気持ちはどこまでも受け取れるそんな自分の力量を作っていいいきたいと思いますね。今回のテーマは「伝える」ということでお話ししてみましたけども私の気持ち伝わったでしょうかそれでではは本日は以上です。いっってらっしゃい